国土と人の安全な生活空間を組み立てている鉄筋施工。この技能の世界で匠と呼ばれる域に達するために、職人が習熟しておくべき技術、それは何でしょうか。この DVD では鉄筋施工に従事されている皆さんの技能向上に役立てていただけるよう、日々の仕事の中で鍛錬している匠の技をご覧いただきます。熟練技能者ならではの技術を披露していただくのは松田優作さんです。中堅技能者が熟練技能者にステップアップするには、いかに図面通りに施工していく精度を上げていくかに留意すべきであると松田さんは言います。今日は、一般的な、建造物で使われている、ベース、柱、および梁4台、そのうち芯ずれが、と段違いの梁を組んでみたいと思います。まず最初にピッチ、チョークの方を正確につけていきたいと思います。これを正確につけないと、すべての収まり、間隔がずれてきて、最終的に決まった位置に物が来ないような形になるんで、ここは正確に慎重にやるようにしてください。すべて頭に入れた上で、やって、もし、怪しいところだったり、間違えたら困るようなところはもう一度、再度確認した上でやっていくようにしてください。これで、ある程度のチョークをつけ終わったので、施工しながら、残りの、補足部分は、チョークをつける形で、やっていこうと思います。それではスペーサーを並べます。これは今、ベース筋の方を、並べています。並べるときに、分かりやすいように、今、通り芯に合わせて、今印をつけています。緩まないように、しっかりと、固定して、折り返すっていうのが、重要になります。でこの時に重要なのが、一定方向から線を、通すと、乗っかって作業している間にずれてしまうので、通す方向を、部分的に変えたりして、やると動かないようになります。
それではこれから柱の方を立てていきたいと思います。柱を立てる前に柱の段取りをするための馬をセットしたいと思います。ここで大事なのは柱をまっすぐ立てるためには柱を固定する馬の方を正確にセットすることが大事になります。その際ポイントになるのが梁だったり通り芯の隅の方から正確な位置を出して固定したいと思います。それでは逆方向のまっすぐ立てるために馬の方に柱の立てる位置の印をつけていきたいと思います。それではこれ印をつけたのでここから柱の方を立てていきたいと思います。この時に、そのまま置いて、施工すると、後で不具合の出るような、形状のいびつな、バンドの方は、この状態で、正確に直しておくと後できれいにいきます。難しいところといったら、先ほど、ベースを縛った時の、縛り方とは違って、たすき掛けといって、通常の、縛り方と、ちょっと違う縛り方をします。これがたすき掛けになります。でこの時に、注意してほしいのが、たすき掛けをする場合は、最短ルート、鉄筋と、結束線を密着させないと、後々、下がってくる形になるので、注意してください。
どうしても、やってるうちに倒れてしまうので、これが、柱が倒れてしまうと、最終的に、梁、ベース、すべてに、影響が出てきてしまうので、この状態で、筋交いを入れて、まっすぐ立てるのがポイントです。中の方は、通常の、肩たすきと呼ばれる、やり方で今縛ってます。それでは柱が組み終わったので、この状態で再度柱がまっすぐ立っているかどうかの確認をして梁の方に移りたいと思います。今回やる梁の方で五通りの方が芯ずれしているので、芯ずれの方向をよく確認して間違えないように注意して作業の方をやっていきたいと思います。まず最初に梁を受けるための馬の方を、セットしていきたいと思います。この時に、背筋しててずれないようにするために、出をしっかり確認して、柱のフープの部分で、縛っておくと、ずれにくくなります。このフープをかける時に、人によっては、一度、伸ばして、かけて、戻してっていう人も、いると思いますが、今回の場合は、伸ばさず、そのまま、かけて、この状態で、一度馬の方を外します。で元の位置に戻して、これで、バンドをかけていきます。基本的には現場の方では伸ばして戻してっていうかけ方じゃないとかけられない部分がほとんどなので、現場では伸ばして戻してだと思うんですけど、伸ばして戻す際によく爪をこう逆にして終わりにする人がいるんですが、こういうのはしないようにしてもらって、正確に元の最初にあった方向で爪を戻して、爪と爪の間を、2、3ミリ、開けて少し余裕があるような形で、戻しておくと、施工がしやすいと思います。ここで再度もう一度出を確認してもらって施工してもらった方が正確に綺麗にいくと思います。これも角はたすき掛けになります。これも柱と同じで遊びのないように、最短ルートを、通すような形で、施工しないと後で、バンドの方がずれてしまうので、その辺を注意して、梁をやっていく上で、全部先に入れる人もいると思いますが、ここでは、後で入れられる、この生材に関しては、後で入れた方が、施工はしやすいと思うので、今回は、先に入れずに後で入れていく形を取ります。
この時にこういう形で針のアンカーが外に出てる場合はここのかぶりがなくなってしまうので施工しながらあらかじめ中に入れ込むような形をとって施工していきます。最近、現場では、この肩たすきって言われる、やり方が主流になってますが、まあ、今後、まだ使う、部分によっては、有効的な、両たすきっていうやり方が、あります。それに対しては、線の通し方が、根本的に、肩たすきと違って、見ての通り、下から、通すのではなく、上から通して、バンドを上からと横からで両方から、固定するタイプの結束になります。その時に、一度ここで、持ち帰るっていう、形を取る人が多いと思いますが、これを慣れてくると、持ち替えずに、そのまま指で、押し出して、ハッカーで引っ掛けてそのまま折り返すっていうやり方ができるようになると思います。そうすると効率的にも上がります。現場でよく見かけるのがこういった形で結束をしてひげがこういうふうに出てるような人が結構見かけると思いますが、こうではなく、必ず縛る段階で、ひげを織り込む、その癖をつけるのが最も、重要だと思います。っていうのが、これに対してはひげが出てしまうと、かぶりの方が、なくなってしまい、コンクリート後にそこから、サビが発生して、建物自体に影響が出るから、こういう部分は、きっちり、やるようにしてください。これから下筋を縛っていきたいんですが、このままだと縛っても出の方がずれてしまうので、一度この針を受けている馬を使ってこれで固定をしたいと思います。仮止めですね。動かないように仮で止めてまた最後にバラす形を取って元の位置に馬は戻します。ここで腹筋を正確にするために、針のバンドの、芯を、測ってチョークつけたいと思います。それでは次にデー通りの方の針の背筋に移っていきます。そこで注意する点としては今度はマイナスの針、団地の針があるのでプラマイゼロの針とマイナス100の針の向きを間違えないようにして組むところから始めます。で最初の段階でつけなかった部分としてここの上筋の両サイドの
主筋の方のチョークをつけていきます。このプラマイゼロの方の針の下筋に関しては、この状態で柱の部分から少し前に入れたぐらいのところで止めときます。これをここで止める理由としては、次に背筋するマイナスの針の方の下筋を入れる段階でアンカーが入れやすいようにするためと、あとアンカーを入れた後に倒れないようにするための部分として今少し入れる状態で止めてます。それでは次にマイナスの方の針の背筋をやっていきます。この時にプラマイゼロの方のアンカーの位置によく確認してハの字になるような形で背筋していきます。ここの下筋に関しては、あらかじめ、チョークを、つけてないので、この状態で、チョークをつけて、背筋したいと思います。ここに関しても、ハの字に、します。なぜハの字にするかというと、奥の、プラマイゼロと、このマイナスの針の取り合いで、後で針の方がまっすぐ、なるように、するためにはハの字に、するとまっすぐなるので、この場合はハの字にしてます。ここの、出に関しては、結構、ミリ単位での施工になってくるんで、どうしてもやってるうちに、ずれてしまう部分が出てくるので、細かく確認しながら、再度この、アンカーが、柱の外に出ないようにも確認しながら、やっていってください。ここの針に関しては吊っているので、よく、組む人によっては、柱側が下がるっていうのが結構多いので、ここに関しては、高さも、馬の高さを測った上で、高さが合っているかどうかを確認して、施工してもらうといいと思います。それでは残りの出通りの方のプラマイゼロの針を先ほどと同じような形でやっていきます。この時に注意する点としては、マイナスの針の方のアンカーの下筋も先ほどと同様でハの字にして入れる場所を間違えないようにする部分を注意してやってください。先ほどから腹筋をつけるときに位置を出すために測って印をつけてましたが、慣れてくればこういう形でハッカを上着にぶら下げてどの位置に来れば自分のハッカでの位置に来るかっていうのをよく覚えた上でやれば、これは現場の方でも使える技術なんで、使うような形でやると時間短縮にもなると思います。
それでは、最初に柱の、立ちを見るために、使っていた、筋交いの方を外して、最後の、鉄筋を、入れたいと思います。でなぜここの、位置に、筋交いを取ったかというと、一番最後に自分が来る場所と、いうのを、事前に、予測しておくと、最後に来る場所に、鉄筋があるような形にできるんで、その辺もよく考えた上で、施工してください。まあ今日やった、ものに関しては、一般的な工法で多い、ベース、柱、梁、その、3種類、でそのうち梁の方は、芯ずれと、段違いの方を、やりました。でまあ、注意点としては、まず、まあ、現場でもそうですけど、柱をまっすぐまず立てるというのが基本で、その柱が曲がると、全ての、梁、にしても、曲がってしまうので、その辺が、注意ポイントだと思います。最後に技能を向上するために必要なことを松田さんに聞きました。もちろん昔ながらのやり方っていうのも、重要ですし、昔の人の、考えっていうのも、もちろん、重要なので、その辺も、残しつつ、新しいやり方も取り入れるっていう、形を取っていく。やっぱり早い人は、早いんですけど、やっぱりこれから先は、品質っていって、まあ、綺麗な仕事をするっていうのが、最も重要になってくるんで、その辺と、速さの方の両立をする上で、いろんな経験に基づいて、自分なりに考えて新しい方法を取り入れてやっていくのが重要だと思います。